アバンさん、アンケートありがとうございます。合格でございます。いや、すごいですね、アバンさんね。うん、もうこんだけ結果出されてる経験があるっていうことは、普通、無理ですよ。うん。で、まあ、あの、自身でもね、一応その結果を出してるので、なんとなくは分かってるはずです。結果、あ、売れるんだなっていう。 ただこれを継続的にですよね。ここで書いていただいてるときに、いただいてる通り、継続的に売り上げを出すためにはどういうふうな考え方、行動が必要なのかっていうところが欠けてるだけであって、あの、もう経験もあるわけですから、売ってるし。こう普通こんだけ、あの、売れないですよ。<laughs> うーん。だ足りてないところはやっぱそこの、まあここで書いてある通りじゃないですかね。うん。安定的に売り上げを上げるための、 あの、ために、どういうふうな考え方で、どういうふうに動,動かなければいけないのか、あとは多分、知識的な部分も、まだ足りてないところもあると思うんですよ。コンテンツを売る、講座を売っていく中で、多分足りてない知識もあると思うんですね。うん。だからそこを補っていくっていうことが大事かなと思います。もう売り上げを上げたという実績、経験はあるわけですから、うーん。逆になんだろうな、あの、 僕から言うと、いろんなスポーツあるじゃないですか。で、僕、卓球やってきたんですよ。ね。で、一応まあ、インターハイ出るとか、まあ、全国大会出るぐらいまではやってたんですよ。大学までやったんですけど、じゃサッカーと卓球。今、ちょっとだけ昔に比べるとね、卓球ちょっと盛り上がってきました。この前もオリンピックちょっとね、メダルも取ったんで、女子は。ちょっとだけ盛り上がってきたんですけど、サッカーには勝てないですよ。サッカーと野球に勝てないですよ。 どう考えても。だから、ジャンル的には、パイはあるんですよ。大丈夫です。パイあります。どう頑張っても、このパイは卓球の方が小さいです。で、サッカーをこれからやりたいっていう層の方が大きいです。じゃあ、その中で、層は大きいわけですよ。その中で、じゃあどうやってビジネスやっていくのかって話ですね。売りづらくないですよ。売れますよ。 だってパイ大きいんだからスポーツの中で野球とサッカーもうトップレベルじゃないですかやりたいっていうなかなか卓球やりたいって子供いないですよなかなかサッカーはいるけどね野球とかはだからまあこれはまあ多分考え方だったりとかあとビジネスの細かいところをしっかりまだ勉強しきれてないっていうところが問題なんじゃないかなと思います細かいところね そこを勉強しきれてない。まだ知識がないんじゃないかなと思います。うーん。なんで、まあ、まずね、その安定的に売り上げを上げるためのマインドセットも大事なので、それをしっかり入れていただいて。うーん。まあ、あとはもうやるだけじゃないですか。もう実績はあるので。で、大丈夫です。サッカーは、パイはあります。で、永久不滅です。サッカーの人気がなくなる。まあ、J リーグの時の方が昔ね、 カズダンスとかね、J リーグがバーって出た時はもうすごかったですけど、まああそこよりかは下がってるけども、それでもサッカーの人気は衰えないし、なくなることはないと僕は思います、僕はね。昔すごかったですよ、その J リーグがバーって出た時は相当すごかったですよ。あの時のウェブほどはないけれども、ただ他のスポーツ競技と比べたら、どう考えてももうトップレベルですよねって話ですよ。うーん なななんんでまあ自信持ってやっててやいいいいいただければいいんじゃないかなと思いますはい。頑張っていきましょう。もう実績あるわけですから、あともうやるだけです。たあと細かい知識が足りてないかなというところはちょっと感じますんで、そこも補って勉強していただくといいんじゃないかなと思いますね。はい。では。